今日はハスキーがねこの世で最も恐れているかはわからないですけど、まあでも怒られたら結構怖いなっていう相手、ヨエミのお父さんをね使ってドッキリします。コロナとかもあってずっと帰ってないので3年ぐらいは会ってないんですけど、そんなヨエミのお父さんから急にね YouTube をやめなさいという風に電話が来て怒られたら、ハスキーは一体どういう反応するのかねちょっと見たいと思います。ネットでちょっと怒ってる声、怒鳴り声みたいな音声をちょっと探して、それと話してるみたいな感じでね、わざけんなーみたいな感じで、わざけんなーわざけんなー。ヨエビーのお父さんは実際は非常に穏やかな人間なんですけど、穏やかなねお父さんがめちゃめちゃブチ切れてると、なんなら初めて会った時からあんまりお前のこと気に入ってなかったみたいな感じで話を持っていって、ハスキーはおしっこちびっちゃうのか見ていきたいと思います。なんか朝ねお父さんから不在着信来てて、なんか時間ある時電話していきなさいって、絵文字なし。ね、絵文字ないや、あるよ。お父さんいつも猫の絵文字つけてくるの絵文字とか打たんで。え、打たない？スタンプぐらい。ほんと？ LINE やろ。うん、あ、そっか。そんな早くから？早くはないんだろうけど、寝てた。じゃあ別に全然緊急じゃないやろ。いや、ちょっとでも絵文字がないから。絵文字がない？そんなでかいの？だっていつもあのこの投げキッスとかつけてくれよ。なんだろう、使う絵文字。俺全然使ってる人見たことないんけ。めっちゃ使うよ、ほら見て、こんな感じ、いつも。ほら、ちょっと電話するわ。うん。あ、もしもし。ああ、なんだった？え？うん。いやいやいや、それは違うよ。それ途中までしか見てないからわかんないんでしょ、お父さんが。ドッキリだから。お金なくなったって言ったらどうなるかなっていうドッキリをしてたっていうこと。だからそれはお父さんとかがその動画を最後まで見てないからでしょってこと。ドッキリでやってるの。だから別に浮気もされてないし。してないし。そう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 。うん。え？いや待って。なんでそうなるの？いや、なんで。それとこれとは関係ないじゃん。別に。なんでいきなりやめろってことになるの？その内容が伝えたしてても別に私たちの中は知らないの。別にそれでさ本当になんか離婚とかになってそうやって迷惑かけてるんだったらだけど、何もそういう話もしてないじゃん。だからなんでそのなんで。お父さんが直接話したらいいじゃん。ちゃんと違う。どうした？聞こえてた？なんとなくしか分からない。すごい怒ってる。なんで？なんで？動画みたいな話は聞こえてきた。YouTube の。ってことやろ。うん、やめなさいって言われた。なんで？それは急にギャー言うて後で。初めてあんな怒られた。どう
どういう話だったの？最初は、DK とかにお金貸してくださいって言ってみたみたいな、多分なんかドッキリとかってちょっと理解しないで途中途中を見て、その YouTube のシステムとかもよく分かってないけど、いきなりなくなることあるんだろうみたいな感じで見ていて、まずはそういうお金と、まあ、最近の何個か見て、まあ、ちょっとあまりにも私のことを大事にしてなさすぎだろうみたいな感じで、すごい怒っちゃって。だってこう言ってないけど、初期の方が大事にしてなさそうなので結構こういっぱいしてた。最近そういうのあった？こういう女を連れ込んでるんじゃないかとか、なんかいろいろ信用はできない。俺のことは、それは YouTube をやめたら俺のこと信用できるっていう話じゃない？で、まあまあ別にその一個の信頼回復としての手段はあるかもしれんけど、どういうあれで言ってはんのか分からんけど、まあトーン的にはガチギリしちゃったけど、そんなこと言わはる？だってそんななんかこう、なんていうのかな、いや言わないけど、だって仕事だって分かってるはずやし、で人の仕事に対して多分リスペクトを持ってくれはるようなお父さんやんか、そんななんかあれ大丈夫、お父さんって言っちゃだよな、そんなこと言わはる人じゃなくない？そんななんか、いやすごい怒ってる。もう青森帰ってくるなって言われた。 YouTube やってるんだったら帰ってくるなって言われた。ないの、じゃあ YouTube やめる？こんな 3年もやってきて、そこちょっとちゃんと話し合わなあかんけど、だって現状だってちょっと YouTube で食べているわけやし、で今新規事業の立ち上げとか、そっちにスライドする時間も絶対いるから、そっちにスライドするためのちょっと時間欲しいし、じゃあその期間をお父さんが食べさせてくれるんですかっていうと違うでしょう。っていうふうに考えて、でどういう思いで例えば100万人目指していてとか、まあ、それはミクロミクロで見ると僕はこの動画好きじゃないなっていうのはあるかもしれんけど、それは人の個人によって。話して、話す話せる？話す。すごい怒ってる。だって俺がやってること、俺たちがやっていることは俺別に全然何にも恥ずかしいことじゃないし、プライド持ってやってるし、堂々と説明できるよ。でも殴ったりしないでね。どういうこと？何を？お父さんを殴らへん。どういうことやねん。なんで殴んねん。結構年だから、殴ったら勝てる。勝てるって最終そこで勝とうでって、多分わってなったことを向こうも多分後悔してるはずやね。そんな感情的になって意味ないなって、でそんな人じゃないやんか、お父さん優しいのに。だからここはもう普通に冷静にまず文章で分かるような文章を打って、でそっからちょっとお時間空いてる時に僕からまた電話させてくださいって、大丈夫よ。でもなんか最初から顔も好きじゃなかったとか言う好きじゃないの？大侮辱やん。何いきなり名前とかも変。名前が失礼の玉物みたいなものやつっていうのは、まあ、全部でしょ。お父さん出てはったってこと？え？ガチギレしてたやん。だいぶ動き荒げて、YouTube 画像でキレてる人の声を探して。 YouTube 画像、 YouTube 動画、 YouTube 動画で YouTube 画像ってなクリックしてもパッパッっていう、まあ、キレてる人の画像じゃなくて動画を電話してる風にして。怖っ。めっちゃ怖いやつチョイスしたな。ブルラーみたいなところだな。プロレスラーの方をチョイスしました。誰やねん、誰やねん。古い、めっちゃ古い映像。ほんまにキレてると思ったもん。お父さんが、あのお父さんが。そうそう、だから何でも言ってん。そんな人じゃなくない。何嬉しいね。優しいなと思って。全然嬉しいな、これ。ほんで、あのなんか顔が変ってね。びっくりしたな。でもすごい冷静じゃなかった、割と。いやいやいや、もう頭の中フル回転で、まずだからどうやって説明して謝るか、で YouTube をやめるタイミングがいつか、で新規事業とかの追加割に多分どれぐらいの時間を要するかっていうのを
投じてブワーって考えてかっこいいなこいつこいつやっぱかっこいいんだな。それ顔が、あーそう顔もちょっと笑うなよなんで顔がいた、あーちょっとそれはごめん。じゃ今度は実際に行って目の前でお父さんブチギレドッキリをやりたいと思います。でもそれ言ったらもう回ってるんかなって思って、いやいやいやと見せかけて、あ、じゃあカメラなしでやるわ。一番やらない、一番やカメラない、せめて回せ君の